相良龍之介3年トスアンダー18プリンス九州本来プレミアウエスト近年育成組織が目覚ましい発展を遂げているトスの新たな逸材トスアンダー15時代の17年に主力として全国2冠に貢献したドリブラーはユースでも1年次からプリンス九州で6得点を挙げる活躍今年夏にトップデビューしたルバンカップでキレのあるドリブルで相手を翻弄順当にトップ昇格も果たした中川信輝3年横浜 FC ユースプレミア関東本来プレミアイースト世代別代表経験があるクラブ期待のアタッカー巧みなファーストタッチやボディーバランスの良さ両足からの強烈なシュートが持ち味で落ち着きも下級生時から際立っていた中田秀を彷彿させる今年のプレミア関東で現在4試合4ゴールで得点ランクトップに立っています吉田裕二3年セレッソ大阪アンダー18プリンス関西本来プレミアウエスト中学時代から期待されているアタッカー昨年は J3 でスタメンや得点を記録プロ相手にも非常に落ち着いており高いキープ力やミスの少ない連携からチャンスを作った川口優真3年 FC 東京アンダー18プレミア関東本来プレミアイースト巧みなボールコントロールとステップワークでスルスルと相手ディフェンダーを抜き去るドリブラードリブルだけならチームトップクラスだが現状は A チームではベンチ外で東京都一部所属の B チームでプレーしているのが少し残念です斉藤陽太2年名古屋アンダー18プリンス東海本来はプレミアウエスト昨年は後半戦に増井健の負傷に伴ってサイドハーフのレギュラーに定着 J ユースカップ優勝やプレミアウエスト優勝に貢献昨年の名古屋アンダー18は圧倒的な強さを誇りながら
彼のように1年生をはじめ下級生が多く出番を得ていたのが素晴らしいです。同い年の豊田や甲田と違って未だに代表に呼ばれたことがないのがちょっと疑問ですね。